久保さん、僕の髪の毛は、ズメの巣みたいですね <laughs> いや。本当に風呂上がりはね、すげえ残念な感じですよね、これ。なんか。<laughs> いや本当ね、やばいんですよ、マジで。うん。はい。ということで、今回はね、病院の院にしましょうか。 あの、病院のね、久保さんが最後ちょっとパロッと話しましたけど、大変ですよね。緊急病棟とかね。24時緊急病棟とかね。超大変ですよね。だからまあ、今回、そのコロナでの、その、あの、病院務めされてる方もすげえ大変だったと思いますし、今もまあ、結構大変だとは思うんですけども、まあこのね、コンテンツビジネス、情報ビジネスっていうのは、24時間自分が寝てても病院になれるんですよ。どういうことかっていうと、 自分が困ったこと、わかんないこと、悩んでること、それを検索して、まあ、YouTube で検索して、それが勝手に動画が出てきて、いつでも好きな時にいつだけ、好きなだけ見れて何度も見れるんですよ。わかります自分が悩んでること、困っていること、それを、いくらでも探せるし、いくらでも見れるし、好きな時に見れるんですよ。すごいことじゃないですか、これ。だから、あの、病院って、その、まあ、どっか、その痛いところとか、 あの、なんかその、治療するじゃないですか。で、その、うんまあ、病院はその病気を治療するみたいな場所なんだけども、例えばそのネットビジネスで稼げない病気を治療するコンテンツだったりとか、まあ、行動できない病気を治療するコンテンツだったりとか、継続できない病気を治療するコンテンツっていうのは、もうずっと24時間稼働で作ればね、ずっと喋れるわけですし、喋ってくれるわけですしね、自分の分身が。 だからまあ本当に YouTube っていうのはありがたいですし、また有料商品のコンテンツ、情報ビジネスももういいですよね。うん。だからね、あの、久保さんもその一つの講義を作ってそれを何人かに提供するだけで一つの講義作ればいいだけじゃないですか。じゃあ6人によりました、10人によりました、100人によりました。百人、100回話さなくていいんですよね。1回講義作ってそれを渡せばいいんで。しかもその1個作ったコンテンツっていうのは 何人見ても大丈夫だし <laughs>、何時に見ても大丈夫だし、久保さんが遊んでても、山戸くんと遊んでても、寝てても見てくれるし、学習できるし、これすごいと思うんですけどね。やればいいのになと思うんですけどね。だからやればいいなと思うんで、あのやりましょうってことを言い続けますけど。うん。で、あとはやっぱあのー、 あの、それがすごいなと思えるからこそもう発信。本当に心の底から情報ビジネスって本当にすげえなと。コンテンツビジネス、情報発信って本当にすごいなって思えるから、このやりとりもね。もう正直、久保さんとのこのやりとりに関しては意味はないんだけども、でもなんかその、情報をこう発信していくっていうところがすごいよと思ってるんで、これがね、有料だったらできないですよ。 久保さんとのややり取りり回に1000円かかります。すらないですね。申し訳ないけど。だって、まあそれは商品を売ってる時だったらね、1000円払っててもやるかもしれないですけども、別にもう商品売ってないので、億万長者合宿、これね、億万長者合宿シリーズは、億万長者合宿を集客する。億万長者合宿を売る。まあ、最,あの最終的に300万になりましたけど、300万の億万長者合宿を売るために始めたんで。 まあ、300万っていうのは、徐々にこうね、値段が上がってったんですけども、最終的に300万になりましたけど、まあ、要はその、有料の商品を売るために始めたんで、まあ、今もう、億万長者合宿も多分やんないんで、うん。まあね、僕と久保さん、まあ、僕の気が変わったら、まあ、やるかもしれないですけど、まあ、今のところ僕はやんないんで、うん、久保さんはまあ、ちょっと暇すぎるから、まあでも最近エフィクス始めた、講座始めたんで別にいいでしょう。 うん、前はちょっと暇すぎて、ちょっとなんかあのセミナーちょっといいんじゃないかなみたいなね、<laughs> あったかもしれないですけど。僕はもう当分セミナーとかそういうのは、リアルな集まるのは、もうコロナっていうコロナが世の中から消えたらやります。やるとするならば、セミナーとかは。もうやんないですね。うん。その人を集めるっていう、リアルで集めるっていうのはコロナっていうところが世の中から消えるかどうかわかんないですけども、10年後はまだあるのかな。10年後も感染者なんぼって出てるのかわかんないですけども、 まあ、とりあえず、その、一般的にそのマスクも、みんな、まあ、普通にしなくなるのが当たり前になってきたら、まあ、やってもいいかなっていうところなんで、まあ当分先かなってところですね。うん。ただこのやりとりは続きますね。ずっと。いってらっしゃい。